バッターへって、これ顎長すぎて、首でポテックみたいになってる。新たなりさま、ゆりこさま、本日もポチッとありがとうございます。ということで、作れました。いや、最近疲れやすいのかね、めちゃくちゃね、疲れるんですよ。というのもね、今日はロフトの K コスメフェスティバルっていうね、展示会に行かせていただきました。いろんなコスメの出る新商品を、まあ、見させていただいたりとかね、すごく刺激のあった一日でありました。で、なんかもう荷物がとりあえずすごすぎて、もうね、この荷物がマジでやばすぎて。はい、ということで今日は誕生日プレゼントを開封しながらちょっとお話できたらなと思います。まずね、今日買ったもの紹介してもいいですか。買ったものイニスフリーです。私イニスフリーもう大好きなんですけど、それから新しいイニスフリーから新しくビタミン E リアルローションっていうのが発売されてて、ビタミン E 気になると思って、あといつもはグリーンティーシードっていうのを使ってるんですけど、ちょっと今回はビタミン E っていうのを使ってみました。私化粧水はさっぱりタイプよりもしっとりタイプがすごい好きなので、こっちはしっとりしてるってなんか言っていただいたので、よいしょ、しっとりしてんならいいなと思って、ちょっと使ってみたいと思います。あ、もうこの時点でめっちゃいい。最近はこれにハマってます。もうなんかすごい最近疲れたりとかしてて、なんか本当に何やってんだろうってめっちゃ思うんですよね。頑張ってる風だなってすごい思ってて、結果に出てないっていうか、 YouTube だって前まで週3回上げてたんですよ。新生児の時週3回コンスタントに上げてて、 TikTok もネタ投稿して、サブアカも投稿して、アメブロも投稿してって、ね、すごいその数に出てたんだけど、なんか今その自分の頑張りとやってることっていうのがこう比例してない感じがするんですよね。なんか投稿も全然できてないのにただ疲れてるみたいな感じで、すごくなんかなんでだろう。でも怠けてるわけじゃないんですよ。怠けてゴロゴロしてるわけはなくて、自分的には計画的にできることをできる時間にやろうっていうので考えてるんですけど、ちょっとそこのあれが難しいですね。はい、ということで私の編集が大変になっちゃうので次々と開けていきたいと思います。やば、お菓子シリーズや。じゃあ名前の割にはメキシコ料理の専門店サルサソーサだって。じゃーん、ふりかけじゃない。ありがとう、すごい。私チョコ大好きだからゴディバのチョコいただきました。やば、めちゃくちゃおしゃれ。え、なにこれ。あ、安納芋。え、めっちゃ美味しそう、これ食べる。しかもキティちゃんだ、めっちゃ可愛い。芋大好きなんです、私。ありがとう、メレンゲ。え、なにこれ、グラノーラだって。おしゃれなグラノーラ。やばー、私ね、このチョコ大好きなの。嬉しい、めっちゃ買ってくれたんだ。やばー、ありがとう。マジでこのチョコだったら編集が頑張れる。ありがとう、鼻ジブーしながら編集頑張ります。石チョコ、マジこれ小学校の時とか大好きだったんだけど。ティラミスチョコもありがとう。ゴディバじゃん、かわいい猫、なんかおしゃれ。生クリーム、じゃじゃーん、なにこれ、ウリーウォンカーチケットみたいな。え、なにこれ、缶。え、なにこれ、トリュフ。何これ、何、何、え、何、待って、お湯注ぐだけでいいんだって。不思議なんだけど、こんなの初めて見た。すごー、すごすごすごー。じゃん、これもお菓子。じゃ、ティーバッグ、お茶茶だ。私配信で金木犀好きって言ってたんだけど、ありがとう。冬は乾燥するからね、ハンドクリームと、これどこのやつ、フェルナンダ、
フェルナンダっていうところのハンドクリームです。じゃーん、私も大好きなサボーン、てか大好きしか言ってないけど大丈夫、大好き、多分私の本当に好きなものを選んでくださってる。嬉しいよね、プレゼントってさ、なんか自分が好きなものを相手にプレゼントするのもすごく素敵だと思うの。自分が好きでよかったからこれ使ってみてねっていうのもすごく好きだと思うし、じゃなくて相手が好きなものとか相手の好みとかを合わせて選んで買ってプレゼントしてくれるっていう。なんか何レモンみたいな色、新しいやつこれ。何これ、初めて見てる。このスクラブ洗顔料なんだけど、ねえ待って、おしゃれボンボンボンなんですけど、ありがとう。あとはこれシャンプー、ありがとう。シャンプーじゃない、シャワー、ボディーソープとボディークリーム、ありがとう。これ何、ボディーソープ、新しいやつ。もうね、この方が長田のボディーソープいつも送ってくださってて、長田の体とか髪の毛とか全部ヤギのミルクで洗ってるんですよ。マジ高級な女高級ベイビーだから。これは何、ダージリンの香り、何、紅茶の香りのさ、何ボディ、体洗わず、今日これ使う、やばい、紅茶の香りに私が包まれる。なあ食べたい、これめっちゃいいかもしれない、楽しみです、使うの。それのハンドクリームも買ってくれてるじゃん、神なんだけど。わあ、これも同じ匂い、待ってこの匂いめっちゃ好きなんですけど、しかもめっちゃいい感じの柔らかさ。ちょっとね、硬いハンドクリーム私苦手なんですけど、めっちゃ柔らかい。うわー、待ってこの香りめっちゃ好きだぞ、ダージリンティーの匂い、よき、ありがとう。すごい、私はダージリンティーの香りが好きっていうことを初めて知りました。すごい、これ串めっちゃ、わ、椿堂だって。ナータン様に、これ私かな、ナータン様にかな、柄がついてる。私もウサギ大好きだし、この方もウサギ大好きだからいいね。前髪とかにこういいかも、ちゃんちゃんちゃん。使います、ありがとう。ねえ、あと何これ、おパンチウサギじゃん、おパンチウサギのヘアゴム。はい、そしてありがとう、プレゼント、誕生日プレゼントありがとう。ことはリスナーさんを、リスナーさんを辞めちゃった方なんですけど、こうやって応援してくださってすごく嬉しい。しかもこれナータニなんですよね、プレゼントしたいと思います、ありがとう。何これナータニ、これめちゃくちゃクリームなんだけど、ナータニこれ使えるのかな、子供も使えるのかな、このクリーム。じゃあこちら開けたいと思います、お手紙います。なんか謝ってる、なんで、別にいいのに、ありがとうありがとう、バカーン。何これ、じゃん、なんでこれさこれ逆だわ私と子供の逆に入ってるんだ、なんだ、今こっちでしたそうだよね、ちょっとあれ、このハンドクリーム子供使えんだから、結構匂いが子供にしてはきつくないかと思ったんだけど、違いました、ありがとう。何これ、めっちゃ可愛いんだけど、可愛すぎる。電池入れてなるんだ、携帯の、めっちゃいいじゃん。もうナータン最近本当に携帯大好きガールだからさ、電池を入れて、何電池だろう、ありがとうございます。はい、ということでちょっと時間になっちゃったので一旦配信頑張っていきたいと思います。よいしょ、配信が一旦終わりました、次開けていきたいと思います。なんだろう、やばいもうくださった方の匂いを覚えてきた、何、待って、ナータンか、それはナータンに直接見せたいと思います。やばい、じゃん、また餅、私餅ちょうど食べきったところだったんです、ありがとうございます。餅大好き、餅は年から
年中無休で餅食べたいと思います。ザカ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 、あ、待ってこれ欲しかったやつ、これさ、これ山城屋で見たんだけど、何これ欲しいって思ったんだよね。やばい、めっちゃ嬉しい。え、何これ揺れるんだけど、こんなにでかいのかい。やや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 、やうわ、めっちゃ可愛い。この靴下知らない。え、めっちゃ可愛い。これ可愛すぎる。ゲルマクルしかないね、これは。これ可愛い。前までこういうシールとかってこうどこに貼るか悩んで、なんかもったいないことしてたんですけど、もう私はこういうシールはガンガン使っていくっていうことにしてます。私にありがとう、じゃん。お、2個ある。じゃん、あかわいい。待って、靴下6足セットなんかあんの、やば。本当にめっちゃ6足詰まってる。やばい、これ顎長すぎてビビデポテックみたいになってる。はい、ということでプレゼント第2弾が届いたので開封したいと思います。誕生プレゼントって言ってもいつもの差し入れ。これめっちゃ大好きなので、本当に私栗が大好きなんだけど、もうここの栗も最高に美味しいよ。多分ね、多分これが誕生日プレゼントな気がする。これな気がする。めっちゃ可愛い。こんな風にもう気持ちが嬉しいですね。でじゃーん、もったいないけど開けちゃうよ。じゃん、あ、うわ、コスメだ、おしゃれだな。え、なにこれ。え、待って、リファなんだけど、やば。やつ、ハートの櫛。ごめんなさい、すっぴんで風呂上がりで。やばー、ちょっと配信中とか前髪直したい時とかにこれでやろうかな。え、めっちゃいいんだけど、やばーい。え、やばー、めっちゃ嬉しすぎる。うわー、めっちゃ嬉しすぎるからのこちら。なんか以前ね、これ同じね、涙袋に使ってるねラーメンをね、いただいたんですけど、すごく良くて、なくなっちゃったから買おうかなって思ってた時にまたくださった。よいしょ。え、待って、かわいいんだけど、食べたくなっちゃう。これチークだよね。かわいくない、これクマ。使っちゃおう。うん、ありがとうございます。他にもあるけど、ちょっと一旦ナオタの布っぽいのはまたにします。次、じゃんじゃーん、ボディーソープ。これめっちゃいいですよ。ナオタの先生はずっと生まれた時から、生まれた時からではないけど、こちらです。替えもありがとうございます。お風呂のやつもくれた、ありがとう。マジで嬉しい、もう本当に嬉しい。あ、え、リップも嬉しい。ねえ、いいのに。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ということでね、一旦開封が終わりましたので。いやー、皆様本当ありがとう。ありがとう。またどんどんいただいたら開封どんどんしていきたいと思います。ちょっとあの急いだので雑なところがあったと思うんですけども、あのバーッとでくださった方すみません、本当にありがとうございます。ありがとう。はい、ということでもうすぐ、まあ自分の誕生日なんかも本当にこうどうでもいいって思ったのが正直初めてで、てか今回もう10月のナータンの誕生日のことの方がすごい考えて深くて、なんかもう子供を育ててもうすぐで1年で、なんだろう、まあナータンもちろんおめでとう、ナータンよく頑張ったねって感じもあるんですけど、ちょっと8割方いや自分よく頑張ったねってちょっとこれ思っ
ってるところが結構ありまして、本当に生まれた時の写真から今の写真とか動画とかを見るとちょっと感情がこうわーってきてしまうんですよね。本当にまだ、まあ、あと 2,3 週間ぐらいあるんですけど、ちょっと当日が怖いっていうか、なんか思いのままの感情になるとすごくなんかこう感情が溢れ出して涙が止まらなくなったりとかしてしまう気がするので、自分の感情に今蓋を閉めている状態ではあるんですけど、まあなんか頑張ったって人それぞれじゃないですか。それは評価されれば頑張りになったりするじゃないですか。他者からのこう認められるっていうのは、そういうのも関係なしに、こう自分の中でもう少しできたこととか、あなたのためにしてあげられたことっていうのはもうつけないと思うんですけど、もう日々反省とか、あもっとこういう風に時間かけてあげればよかったなとか、もうそんなことをねマイナスにマイナスに考えても仕方ないし、無駄に自分を責めても仕方ないと思うんで、そういうところは突き詰めてはないんですけども、まあよく頑張ったなと本当に思いますね。自分をちょっと褒めるのはなんですけど、無事に1年経てるところも、もちろんもう皆様の本当協力があってこそなんですけど、配信とかもこの動画見てくださってる方たちももちろんそうですよ。あなた、もうあなたのおかげであなたと元気に私が過ごせるのも事実で、両親の助けも事実、あなたモデレーターさんだったり、あなたと遊んでくれた人たち全て全員のおかげ、私一人がもう頑張ったとかではなくて皆様の本当におかげなんですけども、いや本当に頑張ったなと、なんか自分本当にお疲れ様でしたっていう感情を持っていいのかなって思ってます。これがちょっとどうなるかわからないし、もしかしたらまたね大変な時期があったり、生活が苦しくなっちゃったりすることもあるかもしれないですけど、自分のできることを精一杯やるはもう常にね思っていて、あなたのためにできることを追求すればするほどいっぱいあると思うんですけども、私がハッピーに入れる自分がすごく苦しくて辛くて悲しいけどあなたのためにっていうのは違うと思うんです。いい迷惑だと思うんですね。だから自分もハッピーになれる、そしてあなたのこともハッピーにできる、そういう心情で居続けて自分なりのベストを尽くして頑張れたらいいと思っております。頑張ろう。ということで皆様、本日もちょっと長くなっちゃったんですけど動画見てくださり誠にありがとうございます。自分の誕生日なんか本当にもうどうでもよくて、もう何の予定も入れてないですけどまあ配信とかはしようかなと思ってるので、よかったら遊びに来てください。で皆様本当に今日もありがとうございました。またねー。